2018台湾美食店が10日から13日にかけて台湾北部台北市の台北世界貿易センターホール1で開催されます主催機関の台湾観光協会は1日にプロモーション記者会見を開き会場に設ける5体展示エリアなどを紹介しました星クラスのホテル12軒が8月だけに提供するセットメニューも初めて公開されました より多くの国内外の旅行者を呼び込もうと、党協会は今年初めて4日間しかない美食店を美食月間、グルメマンスに拡大すると発表しました。今年は、おた扱うと、这个各个大餐厅、おましわん、透过、メシエーで、ジャーン、いか大年、ラン、え、よ、20几家の大饭店、ハイオシジギの集団に。 楊会長は、今年は美食店を各大きなレストランまで拡大した、星レベルのホテル20数軒と10以上のグループにもグルメマンスに参加してもらっている、どのレストランも美食店のためにグルメマンス限定特別メニューを開発した、この特別メニューに欠かせないのは海鮮がゆだ。 観光局は今年をイヤー・オブ・ベイ・ツーリズムに位置づけているからだと説明しました。今年の美食店のもう一つの特色はムスリム美食館の設置です。例えばトルコのピザ、パン、またはインド南部のハイテラ・バート県の特色豊かな美食などです。 インド人の店長はこれれは香料を入たた野菜飯したハイテラバート圏独特の味と紹介しましたなお今年の美食店はフランスのミシュラン社から三つ星の最高評価を受けたシェフによるミシュラン講座のほか美食店のイメージキャラクター男性人気歌手クラウドルームを会場に駆けつけて来場者と台湾グルメを楽しむ予定です。